今日はタイルの汚れをこんだけ汚れが取れる。じゃあそのパーツが取れるじゃん。3なんですかね、この。はい。大体 200m あるんですよね。ずらさ全開でお願いします。おはようございます。おはようございます。今日はタイルの汚れをきれいにちょっとまとって新品の通路にできたらなっていうことをちょっと試みてみようかなと。わかりました。はい、ちょっといろんなとこを試してピカピカになるお待ちしております。わかりました。お願いします。お願いします。綺麗に取れてますね。取れてますね。はい。こういうタイルの汚れ落とすときにこんだけ違うんですもんね、タイルが。こんだけ汚れが取れるんです。この3ポールなんですね。はい。売ってますもんね。そうですね。3ポール。これ僕は仕事終わってからパチンコ屋のトイレ掃除行ってるので。そうなんですか。その時にちょっといただいたやつ。あ、そうなんですか。景品。こういうのが多分無駄な、時間なんでしょうね、動画で。字幕打つのに時間がかかってて、ね、これで寝不足になっちゃうんですね。うん、誰が悪いんですかね。黄ばみって言うもんね。はい。もう、大体のパンツの黄ばみも取れるんじゃないですか、これ。誰ですかね。誰ですか。ね、いつも、スコープ持って、雪の方に、ね、誰ですかね。脱本しに行ってる人いるんじゃないですか。はい。それで、スポンジで差し取るんですか。はい、そうですね、スポンジとかたわしで、軽くこうするだけで、あんまりこう深い汚れのとこは原液垂らしたら、はい、時間ちょっと、置いて、うん、すると3なんですかね、この。はい、あんまり大きすぎても良くないと。うん、セメントに良くないんですよ。あ、なるほど。多分はっきりと酒屋さんが昔言っとったやつ。でも取れてますね。取れてきて、でもう一回しつこいとこだけ。しつこいとこで抗原してちょっとずつこうやって取れてないですね。はい、ちょっと僕の影入ってるんで、ここ取れてない。取れてないですけど、こうしつこい汚れもう取れてきます。ちょっとここはしつこいですよね。ここちょっとしつこいけど、もうだいぶ来てますね。取れましたね。はい、こうやってしてから水洗いさするのが綺麗になってきますね。わかりました。はい、今だからずっとこのだいたい 200m あるんですよね。はい、はい、お願いします。水らさ全開でお願いします。お願いします。Trying to drown all these sorrows. Anything at all.